人工的に波を作ることを作る波と書いて造波と呼びます。三井 E&S は造波装置の国内トップシェアメーカーです。およそ半世紀にわたりこの分野を手掛けてきました。造波装置が使われるのは洋上風力発電の開発現場や環境保全研究、深海域の研究機関など。規則波と呼ばれる波をプログラムで重ね合わせて実際の海を再現します。海の中の建造物の耐久性や津波被害の防災対策の検証など、波の影響のシミュレーションを可能にしています。三井 E&S の前身は三井造船。1917年に創業しました。1973年、瀬戸内海の環境保全研究を行う世界最大のアナログシミュレーターを製作、納入。以来、国内外の大型設備を手掛け、2010年には世界最大級のフラップ式吸収造波装置を製作、納入。実験設備の企画、設計、制御システム、ソフトウェアから造波、流れ発生装置などソフトからハードまでを一貫して手掛ける水利実験設備の総合エンジニアリング企業です。三井 E&S の造波装置、波の基本となるのが規則波と呼ばれる一定の周期、高さを持つこの波です。造波板を前後に動かして一定周期の波を作り出します。波の高さ、周期などを設定してプログラムで制御しています。自然界の波は不規則に動いているように見えますが、この規則波を重ね合わせることで再現することができます。これは波の高さ、周期の異なる3つの波を重ねたもの。これだけでも不規則な波に見えますが、最大1024個の規則波を重ね合わせて波を作ります。模型実験では模型から反射してきた波が作りたい波の形を崩すことがあります。そこで波の変化を計測する波光計を設置して、いらない波を吸収するように造波装置を動かします。波を消すことを消波と呼びます。実際の海、海域をシミュレーションするには複数の造波装置を連動させて造波と消波を行います。この設備では周囲に数百台の造波装置を配置、さまざまな方向に不規則な波を作り出して実際の海域を再現しています。造波板それぞれが造波と消波をリアルタイムに行う、その滑らかな動きからスネーク式造波装置とも呼ばれています。造波装置の組み合わせにより水上に文字を描いたり模様を描くことが可能。造波と消波の技術を駆使すれば波を自由に操ることができます。造波装置は地球に残された最後のフロンティアとも言われる深海の研究にも使われています。深海域でのエネルギー、鉱物資源開発などを目的に水深4000メートルの深海での現象をシミュレーションするのが深海水槽。深さ35メートルの水槽の中では造波装置と潮流発生装置を使って水面での波と深海域での海水の流れを再現して、掘削作業などの挙動への影響を計測します。船舶の開発の分野では海上で波を受けながら航行する船への影響をシミュレーションします。波で揺れると
船はエネルギー消費が増えます。減らすために造波装置で実際の海域を再現して船への抵抗の増加や船体運動を確認します。その他、水をテーマにしたアトラクションやスポーツ施設、水族館、レジャー施設、現代アートなど造波装置を利用して様々なエンターテインメントを進化させます。自然科学から人文、社会科学までの幅広い分野のエキスパートを集めて研究を行う京都大学の防災研究所。ここでは西日本最大級の造波水槽を使って実験・研究が行われています。日本の海岸線の浸食被害や浸水被害を防ぐために沿岸域の土砂環境をシミュレーションします。これは落下式津波発生装置。水を落下させることにより津波の先端の波形を再現します。流れ発生装置。津波の先端波が通過した後の強い水の流れを大容量軸流ポンプを使って再現します。そして反射吸収式ピストン型造波装置を使って沿岸の波をシミュレーションします。造波・小波を同時に行い波の状況を波高計で計測して造波装置を自在に操る。これらのシステム全体をリアルタイム制御技術で動かしています。プログラムされたあらゆる波が実現できます。三井 E&S の造波装置は目的に応じてカスタマイズが可能です。これからも防災対策などに貢献し芸術、スポーツ、エンターテインメントなど新たな分野にも挑戦していきます。